一世を尾形は日本の俳優。一人芝居のスタイルを確立した日本における一人芝居の第一人者と呼ばれる。本名は尾形一世。一世の名は宇垣一世にちなむという。芸名の一世は本名の音読みからつけたものである。福岡県福岡市生まれ。父は保険会社のサラリーマンで転勤を繰り返し、間もなく北九州市小倉に移り。 幼稚園から小学校1年まで、長崎県佐世保市、その後また、福岡市に戻り、小学校3年の時、東京都杉並区に引っ越す。高校3年の時、千葉県津田沼に移る。東京都立豊玉高等学校卒業。美術大学受験に失敗して浪人していた19歳の時に、新宿の演劇養成所、アクターズスタジオに入る。そこで知り合った。 森田雄三と共に自由劇場へ移り、高田純次らと劇団、腕比べを結成もした。以後は建築現場で働きながら、一人芝居の技を磨く。1981年に日本テレビ、お笑いスター誕生。で、金賞を獲得して広く認知されるようになった。当時は、折からの漫才ブームの中で、観客は爆笑型の笑いを求める傾向にあり、一世の芸風は、 他の出演者に比べて地味な印象があった。自分も爆笑系をやった方がいいのだろうかと悩み、爆笑型のネタを作り収録前のリハーサルで披露した。しかし番組のディレクターから、一星君はそういうのとは違うんじゃないとアドバイスされ、自分のスタイルを貫くことに自信を持った。この直後のビジュアルバーさんでは、早野金蔵巡査を演じ、認知度は一気に高まった。 イジワルバーさんは1982年にレギュラー番組が終了した後、月曜ドラマランド枠の単発スペシャルが放送されたが、1983年10月の第一作で、早野は警察を首になって畑の委員が経営する委員の事務長になっている。しかし不評だったのか1984年4月の自作以降は警察官に戻っている。それほど、 一世尾が対抗ルハヤの巡査のイメージは強かった。現在では日本国内のみならず、アメリカやヨーロッパといった海外でも巡業を行っている。また一人芝居の他にも、桃井香里や小松正夫との二人芝居、映画、ドラマ CM、司会、小説の執筆、絵画など幅広く活動を行っている。2009年3月10日に服用した。 皮膚病の薬のアレルギーで一時入院。翌日には退院した。2016年、沈黙、サイレンスマイナスで、ロサンゼルス映画批評家協会賞助演団優勝の、時点入賞を果たす。平均して、公演は1時間30分から1時間45分前後で、6演目前後のネタが披露される。一ネタは10分から20分前後で、暗転に始まり暗転に終わる。 ネタが演じられている間は、照明や音響効果が施されることは、ほとんどない。ネタとネタの間の着替えは、BGM とともに照明がついた状態で行われ、観客は、衣装替えやメイクの過程を見ながら次のネタへの推理を、働かせることができる。公演の最後は、歌ネタと呼ばれる、楽器を使用したネタが演じられるのが通例。ネタの発想は、 主に水回りで思いつくことが多いという。基本的に芝居は椅子や携帯電話など最小限の小道具と衣装だけで行われる。ネタの内容は姿勢の人物が誰かと掛け合っているシチュエーションが主で一種落語的ではあるものの落語と違って状況説明は一切行われない。演目名さえ劇中では明かされず、 終演後に公演劇場のロビーの掲示板などで示されるのみである。つまり、新ネタが演じられると観客は当初、その状況を全く把握できないわけだが、時間を追うごとに一世の演技によって状況が理解できるようになり、そのミステリアスかつ知的にスリリングな展開も一世の舞台の大きな魅力となっている。作品のすべては長年、 演出家の森田雄三と打ち合わせながら作られてきた。アドリブのように見える自然なセリフ回しも公演に挙げられた段階でほぼ完璧に作り上げられている。複数の公演における同じネタを比較してもセリフはほとんど同一で変わらない。これは年月が隔たった公演における同一ネタの再演の場合でも同様で一世の驚異的、天才的な記憶力がうかがわれる。 連続テレビ小説大画、ドラマプレミアムドラマ NHK スペシャルその他、レコード CD シングル CDCD CD ボックス。ありがとうございます。